君許可取ってないんだろ。あの現在展示中だから。本当にな、あのな、今てどこのものだ。な、何歳だ君は。な、学生服ってことは高校生か中学生か。な、もう何でもいい。あのな、ここ美術館なの。な、美術館なの。な、美術館で勝手にラーメン食う な。ダメだから。美術館で勝手にラーメン食ったら、うん、な、あのな、あのダメなんで。あのたまたまものすごい前衛的な現代美術の展示だから、一貫のそういうなんか一部かなって思われてるけど、一部かなって見える展示でお前救われてるけど、ダメだから。美術館であのなんか一番いいポジションで壁でこうやってラーメン食ってたらダメだから。そういう展示かなってみんなが思ってるだけだから、本当にダメだから。美術館でラーメン食ってるやつおかしいから。マジ、食うなら外で出ろって。食うなら外で出なきゃダメなんだって。美術館でラーメン食うやつおかしいんだって。誰から見てもきっとおかしく見えてるよ。美術館でラーメン食うやつおかしいんだよ。お前どう思ってんだよ。返事しろよなあ。美術館でラーメン食うやつおかしいんだよ。お前周りから見てどう見えてると思う。全然食べ終わらないんだな。全然食べ終わらない。結構食べてるのにな。でもな、美術館でラーメン食うやつなんておかしいんだよ。君本当にあの言うこと聞いた方がいいよ。あ、これこれこれこういうやつです。美術館でラーメン食うやつおかしいんだよ。これこれこういう言うの込みのここまでが展示のやつなので。美術館でラーメン食うやつおかしいんだよ。美術館でラーメン食うやつおかしいから君出て行きなさい。え、こういうやつなんですか。こういうやつです。こういう美術館でラーメン食べるやつを注意してる係のものを見るっていう、そういうやつなので、あの止めないでください。あのなあ、なんで減ってないんだよ。ラーメンが減らないのおかしいだろ。食べてないんで減ってないんですよ。ダメだろ、おかしいだろ。美術館でラーメン食うやつおかしいだろ。彼は今ギャラが発生しています。美術館でラーメン食うやつおかしいんだよ。出ていけ。なんだ君、学生服着て。中学生か高校生か。劇団員です。さあラーメン食うのおかしいんだよ。ありがとうございます。